一番。駅のホームで女の人と駅員が話しています。女の人はこの後、まず何をしますかあの、すみません。赤い傘の忘れ物なかったでしょうかこの辺りに置いたと思って探してみたんですが、ないんです。一時間ぐらい前なんですけど。傘ですか。 さっきまで掃除の人がいましたけどね。見つかった忘れ物は駅の事務所に置いてあるので、行って聞いてみてください。改札の隣です。ありがとうございます。もし事務所になかったら、隣の山川駅の忘れ物センターに聞いてみてもいいかもしれませんね。稀に拾った方がそちらにお届けになることもありますから。わかりました。 女の人はこの後、まず何をしますか二番会社で男の人と女の人が話しています。男の人は語学の勉強のために、 まず、何をしますかこの間、課長に来年あたり海外勤務になるかもしれないから準備しておくようにって言われたんですよ。そう。今のうちに語学の勉強をしなきゃって思ってるんですが、何かいい方法ありませんかそうね。うちの会社でも語学研修やってるでしょ参加してる残業や出張が多いので、なかなか。じゃあ、通信教育がいいんじゃない 移動中も勉強できるし、高くなくていいの知ってるから、後でメールで教えようか。ええ、ぜひ、時間を有効に活用できていいですね。ただ、あれは聞くのには慣れても、話すのがね。少し耳が慣れてきたら、外国人の友達紹介するから、会ってみるといいよ。話すと会話の練習にもなるし、実践が一番だからね。何から何まですみません。慣れたらぜひお願いします。 あとは、語学試験に申し込んでみるのもいいんじゃない目標があれば、一人でも勉強を続けようっていう気持ちになるし。そうですね。力がついてきたらやってみます。男の人は、語学の勉強のために、まず、何をしますか 番会社で女の人と男の人が話しています女の人は倉庫に入るときどの順番で入り口のボタンを押さなければなりませんかすみません地下の倉庫に行って資料を取ってきたいんですが入り口の開け方が分からなくてああ最近管理が厳しくなって。 入口の横の横ボタンを押さなないとダメなんだよ倉庫は3つあるけど何番のえーっと2番ですじゃあ倉庫の番号は002だねそれと暗証番号も必要だよそうですか暗証番号は725だよドアの横のボタンを暗証番号開くのボタン倉庫の番号開くのボタンの順で押してそうすれば すぐドアが開くから暗証番号開く倉庫の番号その後に開くだよはいわかりましたありがとうございます女の人は倉庫に入るときどの順番で入り口のボタンを押さなければなりませんか 4番。ホテルの受付で女の人と男の人が話しています。女の人はどこでパソコンを使いますかすみません。パソコンの貸し出しってできますか部屋で仕事をしたいんですけど。申し訳ございません。貸し出しはしていないんですが、2階にビジネスセンターがございます。午前9時から午後10時までコピーやファックスもお使いいただけますが、 申し訳ございません。あと10分ほどしかございませんね。そうですね。あの、この近くでパソコン使えるところないでしょうかでしたら、こちらから3分ほど歩いたところにインターネットカフェがございます。あ、でもお客様、ロビーにも1台でしたらパソコンがございます。文章を直すくらいでしたらお使いになれますよ。あ、でも今お使いの方がいらっしゃいますね。お待ちになりますかいいです。 ちょっと歩きたいし、行ってきます。どうもありがとう。女の人はどこでパソコンを使いますか五番。 図書館で職員がボランティアの人たちに話しています。ボランティアの人はこれから何をしますか本の整理のお手伝いありがとうございます。こちらの箱に図書館に新しく入った本が入れてありますので、本に貼ってあるラベルの番号を見て、同じ番号の棚に入れる作業を皆さんにお願いします。ラベルの番号は本の分野などを表しています。 先ほどお配りした紙に番号の見方が書いてありますので参考にしてください。それで、実はまだデータ入力が済んでいない本がありまして、今パソコンで作業中です。終わった分からまた箱に追加していきます。よろしくお願いします。ボランティアの人はこれから何をしますか 一番。動物病院で女の人と医者が話しています。医者は女の人の犬が最近よく吠える理由は何だと言っていますか 先生、最近うちの犬がよく吠えて困るんです。知らない人がうちに来た時に吠えるのはわかるんですが、でもそうじゃなくても何かよく吠えていて。ああ、それは犬の無駄吠えと呼ばれるものです。ただ、犬は決して無駄に吠えているわけじゃないので、何か原因があると思います。何かありませんかそうですね。例えば、運動が足りないので散歩に行きたいとか、 餌が足りないとか。うーん。毎日散歩していますし、餌も十分にやってますが、最近引っ越したんですけど、引っ越す前はこんなことなかったんです。ああ、そうですか。では、しばらく様子を見てあげてください。新しいところになれれば自然と吠えなくなると思いますよ。医者は、 女の人の犬が最近よく吠える理由は何だと言っていますか 2>, ?2 番大学で女の学生と男の学生が話しています。女の学生は どうして茶道クラブに入ると言っていますか。女の学生です。私ね。 大学の茶道クラブに入ることにしたんだ。あ、お目当ては、お茶を飲みながら食べる美味しいお菓子はず <laughs> れ。茶道クラブにはね、大学生だけじゃなくて、子供から大人まで習いに来てるみたいで。へえ<ー>。いろいろな年代の人と交流できるのが魅力なんだ。そういう機会は滅多にないよね。それに、茶道なら礼儀も学べるし、面白そうだね。そう じゃあ、来週行くから、一緒に行ってみる着物を着てくる人もいるみたいだけど、普段着でいいんだって。じゃあ、行ってみようかな。女の学生は、どうして茶道クラブに入ると言っていますか 3番レストランで女の人と店長が話しています。店長はサラダについてどんなアドバイスをしていますか 店長、この前話してた新しいランチメニューのサラダを作ってみたんですが、どうでしょうかああ、サラダだけで満足できるっていうあれね。珍しい野菜が入ってていいね。色も綺麗で夏らしいね。ドレッシングの味も夏向きのさっぱりとしたものにしてみたんですが、ちょっと召し上がってみてください。うん。いいんじゃないただ、この一皿だけでは、 ちょっと量が少なくないかなサラダに入ってる肉の量を増やして食べ応えがあるようにしたらでもそうすると値段をもう少し上げないと。うーんそうだね。でもボリュームがあって美味しければ少しぐらい高くても大丈夫だと思う。わかりました。店長はサラダについてどんなアドバイスをしていますか 4番。電話で男の人と女の人が話しています。男の人は山田駅から学校までどうやって行けばいいと言っていますか の専門学校ですすみません。今日そちらの学校の写真展に伺いたいんですが、行き方がよくわからなくて、教えていただけますか今、地下鉄の山田駅にいます。あ、山田駅は第一キャンパスの最寄り駅なんです。写真展は第二キャンパスの方です。え、そうなんですか案内がわかりにくくて申し訳ありません。山田駅からですとかなり歩くことになりますので、 隣の南駅からバスでお越しいただくのが便利です。南駅からスポーツセンター行きというバスが出ておりますので、そちらのバスに乗って川の専門学校前で降りると目の前です。スポーツセンター行きですね。はい。南駅から10分ほどで着きます。山田駅からはバスが出ていませんので。わかりました。 男の人は山田駅から学校までどうやって行けばいいと言っていますか ?5 番大学で先生が話しています。先生は 農業を行う若者が増えた理由は。何だと言っていますか。農業といえば。 以前は辛い仕事と思われ働き手が減っていました。ところが最近は農業に就く若者が増えています。これは土に触れ自分の作ったものを食べる生活に都会では味わえない精神的豊かさがあるからです。このような若者の中には農業の経験がない人も見られ各自治体は彼らを支援する制度や 農業指導体制を検討し始めています。先生は農業を行う若者が増えた理由は何だと言っていますか 6番。女の学生と男の人が話しています。男の人は本の編集者として重要なことは何だと言っていますか 先輩、出版社で編集のお仕事をされてるんですよね。うん。本の編集をしてるんだけど、担当してる作家に原稿を依頼したり、作品の参考になりそうな情報を集めて提供したりしてる。作家の方とやりとりするんですね。私も実は興味があるんですけど、編集者としてどんなことが大切ですかうーん。作家に作品についての意見を伝えたりすることかな。 アイディアを提案したりするんですかいや、そういうんじゃなくて、作品を良くするためには読者としての視点も必要だから、原稿を読むたびにそれを伝えるっていうことなんだ。それには、いろんな知識や経験も必要ですよね。まあ、僕も一応、様々な分野の人と付き合ったり、雑誌や本で情報収集したりはしてるけど、でも、一般の読者は、そんなに知識や経験の豊富な人ばかりじゃないからね。 そこはそんなに気にしなくてもいいかな。そうですか。男の人は本の編集者として重要なことは何だと言っていますか 一番。テレビでアナウンサーが話しています。北村市では来月、みかんの会というグループが活動を始めます。この会は、住民同士がつながり、交流を深めることを目的に市民が主体的に活動するもので、一人暮らしのお年寄りを訪問するようなボランティア活動をしたり、バザーなどのイベントを企画したりするそうです。名前からは、 みかんを栽培する会かなと想像するかもしれませんが、みかんの木は他の果物に比べて育てやすく、半年あれば収穫できることから、みかんが実るように成果を出したいという意味を込めて名付けたそうです。親しみの持てる名前で今後の活動も楽しみですね。アナウンサーは何について話していますか 1, 1. 新しい市民グループができること。<S 2. 2 <S 来月、北村市でイベントが開催されること。3. 北村市がみかんの栽培を始めたこと。4. みかんの名前を募集すること。 2番。講演会で女の人が話しています私は今は山に登って自然の写真を撮る仕事をしているんですが、もともとは花屋で働いてたんです。ある日、通勤の途中、駅に貼られた大きなポスターを見たんですが、それが見たこともない美しい花の写真だったんです。調べたら、外国の山に咲いている珍しい花で、 山専門の写真家が撮影したものでした。花屋の私が知らない花がこの世界にはたくさんある。その事実に気づいて雷に打たれたようになりました。それですぐにその写真家に連絡して弟子にしてくださいってお願いしたんです。どんな苦労が待っているかも知らずに。どうしてもあの花を自分の目で見たいと思ったあの時の気持ちは、 今もよく覚えています。女の人は何について話していますか ?1 山に登ることの魅力 2, 2転職を成功させる方法 3, 3写真家になったきっかけ 4。珍しい花の写真を撮る苦労。3番。ラジオで男の人が話しています。えー、虹色の僕らというアニメ、皆さんはテレビでご覧になったことがあるでしょうか このアニメは独特の世界観と予想を裏切るストーリー展開で多くのファンに支持されていますが、海外でも多くの人の心をつかみ、評判が高まっているんだそうです。現在、海外の25カ国で放送されていて、原作の漫画も5つの言語に翻訳されています。昨年、長編アニメとして映画化されましたが、その DVD の海外での売り上げも好調だそうです。 日本にとどまらず世界中でファンを獲得しているようです男の人は何について話していますか ?1 海外で人気のあるアニメの共通点 2, 2アニメの翻訳の質の向上三 映画画化される漫画の増加4あるアニメの世界的な人気の高まり4番会社の食堂で男の人と女の人が話しています。 あれ木村さん。今日は魚の定食にしたのいつもうどんなのに珍しいね。うん。定食だとサラダがついてるから。先週の健康診断の時、パンフレットをもらったんだけど、必要な栄養をとるには、野菜1日に3 5 0ム食べなきゃいけないんだって。えー、そんなに私、全然足りてないなと思って。朝はパンとコーヒーだけだったし、 お昼は会社でうどんばっかりだったから、食生活に問題あるなって。うーん、確かにそれだと健康的とは言えないね。うん。夜はもともと家でちゃんとご飯作るようにしてたけど、それだけじゃなかなか350グラムも取れないし。でも、僕も似たようなもんかもしれないな。野菜はもともとそんなに好きじゃないし。あと、朝に野菜ジュースを作って飲むことにしたの。 野菜だけだと飲みにくいけど、リンゴとか果物も入れると美味しいんだ。へえ、それはいいね。女の人は何について話していますか ?1。1> 理想的な栄養バランスの料理。2>, 2。 野菜が健康にいい理由。三、食事の内容を改善したこと。四、野菜の美味しさに気づいたこと。五番。 テレビの天気予報のコーナーでアナウンサーが話しています。子供の頃、雲ってどこから来るのかなって思っていませんでしたか雲は暖かい海水が水蒸気になり、それが冷やされてできたり、森林から発生した水蒸気が空で冷やされてできたりします。自動車や工場から出る煙と水蒸気が雲になる場合もあります。また、 暖かい空気と冷たい空気がぶつかった境目にもできます。雲が絨毯のように広がる美しい景色で有名な観光地がありますが、そのような景色もいくつかの条件のもと、空気が冷やされることで見られるんですよ。アナウンサーは何について話していますか1 いろいろな雲の種類。二、空気の汚れと雲の関係。3雲の発生の仕方。4雲で有名な観光地。 1>, 1番。あ、田中さん。最近、授業休みがちですね。1。時間に余裕ができたんです。2。2> ちょっと、体調が良くなくて。3>, 3。最近、忙しいんですか 2番。2> 川田さん、明日、お客さんの会社のパーティー、私の代わりに行ってくれない 1>, ?1。二人で行くってこと ?2。2> いいけど、どうしたの ?3。行ってくれるのありがとう。 3番。この自転車、前も後ろもこんなにパンクしてちゃ、僕には直しようがないよ。1。修理してくれたんだね。2>, 2。結構簡単に修理できそうだね。3。3> 誰か修理できる人いないかな 4番、本日は我が社の記念パーティーによくお越しくださいました。1、1> お招きありがとうございます。2>, 2、ご遠慮申し上げます。3、おいでください。 5番、あれ、さっき買った遊園地のお土産どっか行っちゃった。1、1> お土産どこで買いたい 2>, ?2、え、よく探した ?3、違うものの方が良かった 6番森さん、今日のお祭り楽しかったね。田中さんも来られるとよかったのにね。1え、今日田中さん来てたの 2, ?2 来られなくて残念だったね。3, 3田中さんも来られてよかったね。 7番。この間出してくれた新商品の案だけど、検討の結果見送ることになったよ。1。採用していただけたんですね。ありがとうございます。2。2> いつ結果を教えていただけますか 3>, ?3。そうですか。何が問題だったんでしょうか。 8番3時の新幹線に乗るなら今すぐ会社出ないと間に合わないよ。1うん、今出るところ。2, 2それなら急がなくてもいいね。3, 3え、今出ても間に合わないんだ。 9番。木村先輩に紹介してもらったバイト、最初はやるつもりじゃなかったんだけどな。1。へえ、もともとやりたかったんだ。2>, 2。やらなくて正解だったね。3。3> じゃあ、なんでやることにしたの 10番。僕のせいであんな結果になってしまって、彼には謝るほかないな。1>, 1。彼ならきっとわかってくれるよ。2。2> うまくいってよかったじゃない。3。そう。やっぱり謝らないんだ。 11番この前文化祭のステージに阿部くんが出てたんだけど歌うまかったよ。ダンスはともかくとして。1, 1ダンスはいまいちだったの 2, ?2 ダンスもうまいなんてすごいね。3え、ダンスやらなかったんだ。 レストランで店長と店員二人が話しています。木村さん、山田さん。この間、地元の野菜を使った料理のコンテストに、うちも応募したでしょなんと、うちのお店が出したアイディア、優秀賞になったんだって。え本当ですかやったね。僕たち頑張りましたもんね。それで、来月の1日に市民ホールで受賞式があるから、 考えてくれた二人にぜひ行ってほしいんだけど、お店の宣伝にもなるし。いいんですかお店には私が残るから。え、店長が行かないなんてダメですよ。その時間はお店閉めて三人で行きませんかうーん。じゃあ、せっかくの機会だし、そうしようか。はい。あ、でも山田さんはその日、業者との打ち合わせが入ってませんでしたかあ、そうだった。しかも、 その時間しかダメって言われてるんです。そう。じゃあ、山田さん、悪いけど、打ち合わせはお任せしますね。わかりました。じゃあ、店長、授賞式の日はよろしくお願いします。授賞式に、誰が出席することにしましたか ?1。1> 店長だけ。 二、店員二人だけ。三、店長と男の店員一人。四、店長と店員二人。 マラソン大会のボランティア説明会で説明を聞いた後学生二人が話しています。この度は緑山マラソン大会のボランティアへのご応募ありがとうございます。仕事は4種類あります。今から紙を配りますので希望する仕事の番号に一つ丸をつけて出してください。一番の仕事は道の脇に立って 観客がコースに入らないように対応をする仕事です。2番の仕事は、ゴールした後の選手にタオルを手渡す仕事です。3番の仕事は、当日の通訳です。海外からも選手が大勢参加しますので、その選手たちの案内を手伝っていただきます。4番の仕事は、選手用の飲み物のペットボトルを会場に運んでおく仕事です。 大会が始まるまでに運び入れていただきます。初めてだからどれがいいか迷っちゃうな。私にできそうなのはタオル配りかな。森田君去年参加したんだよね。何やったの観客が入らないようにコースの脇に立ってる係だよ。間近で選手が走ってるのを見られてよかったけど、今回は他のをやってみたいな。 高橋さんは将来海外で仕事をしたいって言ってたよね。通訳なんていい経験になるんじゃないうーん。もちろん興味はあるんだけど、自信がないんだよね。大丈夫だよ。せっかく勉強してるんだから使ってみないと。そうだね。うん。思い切ってチャレンジしてみる。森田君も一緒にやらないえ、僕は語学の才能ないから。今回は、 事前準備の仕事にするよ。先に仕事が終わってる方が始まってから自由に選手を応援できそうだし。質問 1, 1女の人は何番の仕事に希望を出しますか質問2男の人は 何番の仕事に希望を出しますか